とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活のホームページ、見ていきたいと思います。新しい情報がね、一つ出てました。では、この記事になります。次回配信の大型無料アップデート、第3弾では、怨念ミッションが追加に。入手できる怨念エネルギーを使えば、クラフトで新たな武器を作ることができちゃう。はい。まあこんな感じらしいです。武器がね、ブラッディーレンチっていうのを、見せてもらってるんだけど、レベルが746。攻撃力が609。今のとそんな変わりないな。今、最大レベルが多分600ぐらいだもんね、武器。で、攻撃力が500ちょっとぐらいなんで、レベルが150から多分200ぐらい上がって、攻撃力が100ぐらい上がる感じか。あんまり変わんない気するんだよね。変わらないと思う。今の武器で結構十分だと思うんで、なんだろうね。スキルも、なんか波なのよ。普通、自分の変身ゲージがマックスの時に、攻撃力 25% アップ。普通だね。なんか、怨念に対して、まあ、怨念は全部か。機械系の敵に対して、何パーセントアップとか、大きな敵に対して何パーセントアップとか、なんかそういう系じゃないんだ。まあまあ、見せられてるこのブラッディレンジがそれなのかもしれないけどね。おそらくこのカットサーブの上に、あと、5、6個ありそうだもんな。10個ぐらいありそうかな、武器。バーを見る感じ、そんな感じだけど。そういう武器も出るのかな。でもおそらく、これって、ガチャゲンをパワーアップさせる感じでしょ?見た感じ。これは微妙じゃないか?人間が装備するやつがね、上がったって、どうもならないから。ああ、でも、そうね、妖怪ヒーローが装備する武器、それも怨念エネルギーでクラフトできればいいけどね。今ある覚醒武器、あれに代わる怨念武器が出てくれれば、また違うと思うんだけど、なんかこれだけを見ると微妙かな。人間が装備したところで、ああ、そうか。変身禁止のクエストが出るから、役には立つのか。若干役には立つんだけども、おそらく今ある装備でも俺は倒しちゃう気がするんだけどね。まあ、今回の情報はこんな感じです。それとね、妖怪学園 Y の公式ツイッター、ここでキャラクターの紹介がやられてるのよ。今出てるのが9番目の空花先輩。で、今日かな?今日の夜、6時に、10人目の野づちかが紹介されます。もう紹介するキャラクターがいないから、次はアップデート情報がまたどんどん出てきてくれるんじゃないかな?わかんないけど。まあ、とりあえず、今週はおそらくアップデートはない。今週はないよ。来週だね。来週、コロコロの発売日の後ぐらいに来るんではないでしょうか。はい。まあ、楽しみに待っておきましょう。あと1週間だよ。あと1週間ぐらい待てば来るので、はい。楽しみに待っておきましょう。また、それまでもね、動画出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。